無職で、彼女が今まで一度もできたことがなくて、おじさんの横綱です。これね、知り合いが教えてくれたんだけど、俺の名前がなんかね、ネットに出てるよ、つってこの YouTube 名がね。で、見たら、全然知らねえ、誰かわからないやつが、横綱ってやつ、みたいな感じで、あいつ無職で彼女できたこと一回もなくて、で、もう、50代ぐらいのおっさんらしいぜ、みたいな書き込みがね、書いてあったもんで、気に入ったよ、それ。俺それ気に入っちゃった。気に入っちゃったからね、もう当分ね、もうこの設定というか、このスペックで、いや、当たってるよ、全部当たってる。もう俺のことよく知ってるやつだ、そいつ。きっとね。全部当たってるからね、もう公表してね、この3つ公表して、これからやっていくと思う。これ書いたやつ、なかなかナイスだよ。またね、寝台ウィークがね、やってきたね。今回、寝台最初にね、着信あり、打ってきたんだけれども、まあ本当はね、エヴァ10を最初にね、打つ予定だったんだけど、まあ先に着信ありをね、ちょっと諸事情によってね、打つことになったんだけれども、まあ着信ありはね、A が、あれ3まで出とるんかな？よくわからんけど、一応確か俺は全部見たはず。で、まあ結構ね、面白かったかなという印象が強いけれども。で、まあ今回ね、パチンコで、まあスペックというか、まあスペックではないけど、まあ通常時8個保留をね、搭載しとるということで、で、まあへそとね、電柱交互に、抽選をしていくパターンで、まあ、電柱保留で大当たりを引いた場合は、通常時でも、ST 突入率は100%ということで、その代わり、まあ、へそでね、へその方で大当たりを引いてしまった場合は、その分しわ寄せが来て、へそ電柱の合算突入率が、確か68%ぐらいだったかな。で、へそでの突入率が、ま、37%ぐらいだったような気がする。はっきり覚えとらんけどね。まあ、調べてみて。はっきり覚えとらんけど。だもんで、まあ、今ね、自分が例えば、あ、これ熱い展開来てるな、ってね。リーチ熱いの来てるな、って時に、まあ、画面下のね、ランプ見て、右側のね、電柱抽選だったらいいけれども、左のへそ抽選だとね、もう一気に興ざめだよね。あ、これ当たってもね、30何パーしか入んねえわってなるとね、なんか突入するのね、結構厳しいなってね、感じになると思うし。まあ、だでね、熱いリーチとか来た時に、へそ抽選だとまあ結構興ざめしてしまうっていうのはあるけれども、まあ逆に言えば、電柱の方でね、抽選してくれとれば当たりさえすればね、ST にはね、100%入ってくれるということでね、まあその辺は、良くも悪くもっていうところだけれども、まあやっぱりね、ホラーということで、最近はね、高尾なんかもね、台頭してきとるけれども、やはり元祖といえばね、富士ということで、今回富士からのね、着信あり、打ってきたでね、まあ、見てみて。当たるっしょ、全然。わからんけど。まあ、ええかね。
報告。今日は緊急生特番でお送りいたします。残り3分を切りました。無情にも運命の時は刻み、刻と近づいています。ここで抽選しとる。
まして呪いは起こるのか。今日は緊急生特番でお送りいたします。何回目なの？残り3分を切りました。
どこなの？まあなんとかね、着信なしにならずに、着信ありになってくれてよかったけれども、まあ初打ちっていうこともあってね、正直まだ演出やリーチやね、いろんな面でね、わからん部分があったけれども、なんかよくわからん展開で当たってしまったもんで、俺もよくわからんかったけれども、まあいきなりね、役物落ちてきて、で、あ、これどっち抽選なんだろうって見たら、うわ、へそやんと思ってね、もう完全に興ざめで、まあ予想通りね、入らず時短に行ったけれども、まあうまいことね、引き戻してくれて、あの引き戻したやつもね、全然熱い要素なく、ね、最後のボタンもね、ノーマルボタンだったし、無理だろうこれと思ったらね、なぜか当たってくれて、ST 入って、またね、ちょっとは続いてくれたでね、まあ、負けは負けだけれどもね、まあ全然いいかなと。線までね、すっこ抜かれる、なんてこともね。まあ、某ガメラ、とかね、あったしね。まあ、そうならずに済んだでよかったわ。で、まあ、演出面、とかを見てみてどうかなっていうところなんだけど、とりあえずね、非常に楽しい台、であることは間違いないと思う。通常時、各演中含めて、非常に楽しい台であることは間違いない。で、今回ね、まあ、先行導入で金継ぐと刑事ね、義父堂々はもう打ったけれども、まあそれに次ぐ2番の面白さではあるけれども、といっても2番だけれども、まあかなりね、その2つが高い位置で1位、2位におる感じだもんで、もうかなり演出は面白い機種だと思う。この着信ありね。で、まあ、何の機種に雰囲気に取るかなっていうとね、これは間違いなくリングに酷似しているかなと、まあ人それぞれのね、感じ方っていうのがあるからね。まあ、それは他っといて。まあ、俺の感じでいけば、まあ、リングに非常に近いなと思ったのが印象かな、俺の。
で、あとは、まあ、アタッカーは、ラウンド間は止めた方がいいな。結構長い間。特に1ラウンド目と2ラウンド目の間が確かすんげー長かったような気がする。だからそこは確実に止めた方がいいな。で、電柱はまあ、これはもう店の釘次第ということで、俺が打ったところはそう良くはなかったっていう感じかな。まあでもそんな気違いみたいなね、あれではなかったから、まあ、いいんじゃないかな、それも。まあ、そんなもんかな。うん。とりあえず、着信あり。面白いよ。打ってみて。ミミコー